フランチェスカ・スキア・ボーネ、フランチェスカ・スキア・ボーネ、フランチェスカ・スキー・ラボニー、1980年6月23日イは、イタリア・ミラノ出身の女子プロテニス選手。2010年の全仏オープン女子シングルス優勝者で、イタリア人女性として、最初の4大大会女子シングルスを制した選手である。2008年の全仏オープン女子ダブルスで、ケーシー・デラクアとペアを組んだ準優勝もある。 WTA ツアーでシングルス8勝、ダブルス7勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス4位、ダブルス8位。身長 166cm、体重 60kg の小柄な体格である。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。1998年に18歳でプロ入り。2000年の全米オープンで4大大会にデビューする。 予選3試合を勝ち上がり、本戦でもエレナドキッチとの3回戦まで勝ち進んだ。2001年の全仏オープンでは、第1シードのマルチナ・ヒンギスとの準々決勝に進出した。この大会では、イタリアのテニス史上初めて、3人の女子選手がシングルス4回戦に勝ち残り、シルビア・ファリナ・エリアとリタ・グランデがベスト16に進み、スキア・ボーネがベスト8を記録している。 こうして、イタリアの女子テニス界の発展が始まった。スキア・ボーネが強烈な印象を残した試合は、2003年の全米オープン4回戦である。この時スキア・ボーネは、日本の杉山愛と対戦したが、試合は度重なる雨の中断で、4日間を要する苦闘を取った。杉山は、7から6、5から7、2から6の逆転負けでベスト8進出を逃した。 スキア・ボーネは準々決勝で、ジェニファー・カプリアティに敗れている。スキア・ボーネは、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのイタリア代表選手としても活躍し、2002年から代表入りした。2004年アテネゴリンでは、シングルスで、ロシア代表のアナスタシア・ミスキナとの準々決勝まで勝ち進んだが、シルビア・ファリナ・エリアと組んだダブルスでは2回戦で、敗退している。 2006年、イタリアは、フェドカップ初優勝を達成する。スキア・ボーネは、決勝の対ベルギー戦でも、シングルス第1試合と、最終第5試合のダブルス戦に勝ち、イタリアチームの初優勝に大きく貢献した。2年後の2008年北京五輪にも出場し、シングルスは3回戦、ダブルスはフラビア・ペンネッタと組んで、準々決勝まで勝ち上がり、短ともに好成績を残した。 スキア・ボーネはこれまで女子テニスツアーのシングルスで8度の準優勝に甘んじてきたが2007年7月29日にオーストリアのバートガシュタイン大会決勝でイボンヌ・モイスブルガを6から1、6から4で破り9度目の挑戦でようやくシングルス初優勝を果たした2008年の全仏オープンでスキア・ボーネはケーシー・デラクアと組んで女子ダブルス決勝に進出した 二人は決勝戦でスペインペアのビルヒニアルアノパスクアルアナベルメデナガリュゲス組に6から2、5から7、4から6の逆転で敗れ初優勝を逃した。スキアボーネは前年のマラサンタンジェロに続くイタリア人選手としての全仏女子ダブルス連覇を逃したことになる。デラクアドは2009年全豪オープンでもペアを組み準決勝で ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に0から6、2から6で完敗した。2009年のウィンブルドンでスキア・ボーネはノーシードから勝ち上がり、初めてのベスト8に進出した。イタリア人女子選手のウィンブルドン8強入りは、2003年のシルビア・ファリナ・エリア以来6年ぶりの出来事であった。この準々決勝では、第4シードのエレーナ・デメンチェワに2から6、 二から六のストレートで敗れた。この年、イタリアは、フェドカップで三年ぶり二度目の優勝を決め、スキアボーネも、決勝の対アメリカ戦のシングルス第二試合で、メラニーウダンに勝った。2010年の全仏オープンで、スキアボーネは、当地の女子テニス選手として、史上初の四大大会女子シングルス優勝を、達成した。決勝戦では、サマンサストーサーを六から四。 7から6のストレートで倒した。それまでの記録は1949年全仏選手権でベスト4に入ったイタリア人女子選手がいた。男子シングルスでは34年前の1976年全仏オープンで優勝したアドアーノ・パナッタの快挙があった。2011年の全豪オープンでは4回戦のスベトラーナ・クズネッツオワに6から4、一から六。 16から14で勝利した。試合時間は4時間44分で女子の4、大大会史上最長試合であった。大会後のランキングで、スキアボーネは、自己最高の4位となった。全仏オープンでは2年連続の決勝に進出。決勝では、リダに46、67で敗れ連覇を逃した。フェードカップのイタリアチームでも、彼女は通算勝利数。 27勝22敗とシングルス通算勝利数23勝21敗でチーム歴代1位記録保持者になった。四大大会でも初出場した2000年全米オープンから2015年全米オープンまで連続で出場し、杉山愛の62大会連続出場記録に迫っていたが、2016年全豪オープンの予選2回戦で、 敗退し、史上2位の61大会連続でストップした。スキア・ボーネは2018年7月、グシュタードレディース選手権1回戦でサマンサスとサーに敗れた試合が、最後の出場になり、9月に38歳で現役を引退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。